勝浦郡上勝町に来ています。ここからは葉わさび農家さんのハウスの中から中継をお届けします。さあ、こちらのハウス12アールの広さがあるんですけれども、一面で栽培されています。そうですね、外よりも若干涼しく感じます。先ほど温度計を見たらだいたい20度いくかいかないかぐらいでしたね。さあ、まずは葉わさびがどういったものかを紹介していきます。こちらご覧いただきましょう。葉わさびはこちらの茎から上の部分のことを言うんですけれども、普段私たちが食べているお刺身とかお寿司についているわさびっていうのは、この根っこの部分をすりおろしたもののことを言います。実はこの茎から上の部分も食材、そしてつまものとして使われているんですね。さあ、そして続いては栽培方法を紹介していきたいと思います。葉わさびは養液栽培になってまして、こちらご覧いただきましょう。一つの株から何本も生えているんですね。奥に見える黒いホースからお水、そして養液が運ばれてきて、大きく成長するまで1ヶ月ほどかかるそうです。そして下からもどんどん新芽、新しい芽が出ています。さあさあ、このように栽培されている葉わさびなんですが、ここからは葉わさび農家の多田さんにお付き合いいただきます。多田さん、こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。多田さん、今葉わさびの収穫最盛期だそうですね。そう、今一番忙しい時ですね。ねえ、葉わさびどのぐらいこう1日で取られるんですか？普段の年でしたら1日50ケース、約1万枚の出荷しております。うん、1万枚50ケース。葉っぱですから一つがね、数グラムですよね。そうなんです。それが何ケースも、50ケースまで相当な量ですよね。まあ一番最盛期はそういうのは。そうですよね、はい、それを一つ一つ手摘みで取っている、はい、ということなんですよね、はいはい、ちょっと摘んでもらってもいいですか、はい、大きく成長したものをこのように一つ一つ手摘みで収穫をしていって、50ケースですもんね。でこの時期はやっぱり葉わさびもよく生育するそうですね。一番成長の旺盛な時期ですね。そうですよね。そしてこの多田さん、葉わさびなんですけれど、生で食べるのが一番おいしいそうですね。そうですね、一番風味香り、生で食べるのが一番だと思います。ちょっと食べてみてもいいですか？はい、どうぞ。 ありがとうございます。ではでは失礼します。もう噛めば噛むほどわさびのこうツンとした風味が鼻からこう抜けていく感じですね。そう、爽やかな感じでしょ。爽やかですね。これはお料理に合いますね。そう思います。それではどんどん進んでいきましょう、はい、この葉わさびなんですけど、とってもデリケートなんですってね。そうなんです。暑さに弱いですから、夏場はちょっと作りづらいです。あ、暑さに弱い。やっぱりこの上勝町は標高が高いですから、そういう栽培に向いているんですよね。そうですね、私のところでしたら平地に比べたら4度ぐらいは涼しいですから。うんうんうん。今年のこの出来はどうですか？今年の、まあ、平年作っていうところでしょうかね。うんうんうん。ただやっぱりね、飲食店への需要が減って大変だったそうですね。そうなんです。もう今は出荷制限で1日3ケースぐらいしか出荷できませんから、ね、ちょっと残念ですよね、さあ今日はそんな中、お料理を準備していただきました。多田さん、ご紹介いただけますか？はい、まあ、一番食べやすい方法として、キムチ漬けとそして今日は塩麹漬け準備いただいたんですよね。これどういうふうに作るんですか？食べやすい大きさに切って、うん、それを味付けして、ビニール袋に入れて、冷凍して、それを、まあ、解凍して水分だけのけて、召し上がるという感じで食べてもらえたら一番簡単かな。多田さんたちもよく食べられてる。そうですね、うん、こういう食べ方が一番簡単かなと思って、うん、やっぱり冷凍するっていうのがポイントらしくって、こう冷凍することでこう辛みがね、際立つんですよね。そうなんです、うん、ぜひ皆さんもお家でやってみてください。さあ、コロナ禍の中、本当にね、需要が減ってますけれども、私たちがね、農家さんを応援する意味でも、家庭でね、この葉わさびを食べたいですね。そうしてもらえたらありがたいですね。こう、新しい、まだ食べたこともない人もね、ぜひ食べてみてほしいですね。そうですね。新しい料理の一品として、家庭で食べていただけたら、嬉しいかなと思います。はい。
さあ今日は上勝町の葉わさび農家さんから中継をお届けしました。